吉崎お坊連城常人記念館吉崎御坊は、越前吉崎にあった坊社。史跡、吉崎御坊跡の石碑が立つ。文明3年7月下旬、比叡山延暦寺などの迫害を受けて京から逃れた、本願寺第八世保守連女が、本願寺系浄土新州の北陸における、布教拠点として、越前吉崎にある北関古藩の吉崎さんの、頂に建立した。 吉崎は、幸福寺大上院の門跡であった、京閣の所領であったが、京閣の母が本願寺の出身で、蓮乳も若い頃に、京閣の元で修行していたこと、またたまたま吉崎の大官の地位にあったのが、当時の本願寺にとっては、数少ない末寺であった、和田本覚寺の十字蓮光であったという関係も、あって京閣が蓮乳のために、吉崎を譲ったのだと言われている。 この地でレンニョは教義を民衆に分かりやすく、時、時には語文を用いたり、南無アミダ仏の六字名号を下フしたため、御坊には北陸は元より大愚からも多くの門徒が集った。また、御坊周辺の吉崎一帯は、坊舎や門徒の宿坊などが立ち並び寺内町を形成した。延京三年に西別院が山下道場のあった場所に混流され、 翌年の延を4年には、東別院が、吉崎さんのふもとに建立される。御坊跡後に向かう階段の西側に、浄土新州本願寺派の別院が、東側に、新州大谷派の別院が置かれる。共に、吉崎別院と称するため、本願寺派の別院を、西御坊、西別院、大谷派の別院を、東見坊、東別院と、通称される。また、吉崎寺。 吉崎五ぼ願い喜び寺などの寺院、一般財団法人本願寺文化交流財団が運営する吉崎お坊連助常人記念館がある。吉崎山とは、北、西、南の三方を北関湖に囲まれた天然の溶岩で、海抜33メートルほど、面積約2万平方メートルの小高い丘である。この山の頂に吉崎五ぼがあった。 1975年には国の史跡に指定され公園として整備されている。現在は東西両派共有の地である。1950年代から吉崎地区を通る国道が整備され、1970年に国道305号に指定。現在、吉崎五道を中心とする門前町は県境をまたいで石川県側にも広がっており、加賀市吉崎町となっている。 県教場に、あわら市と加賀市が運営する観光イダンス施設、越前加賀県教の館が2015年4月11日に開館した。元は、越前国と加賀国の国境であった。史跡、吉崎五坊跡に隣接している、あわら市吉崎小学校の学区は、あわら市金津中学校の通学区域の一部となっているが遠方であり、吉崎地区が、 県境にまたがる集落であることから、あわら市教育委員会では必ず中学校よりも近い、加賀市立近所中学校への入学を許可していた。吉崎地区から公立中学校へ進学する児童は、ほぼ全員が近所中学校へ入学していたが、吉崎地区においても、少子高齢化、過疎化が進行しており、吉崎小学校は2016年3月をもって、休校となった。 在校生は、あわら市細野木小学校のほか、吉崎地区に近い加がし立緑みどが丘小学校へと、県境を越えて転出した。参拝、観光客向け商業施設として、あわら市の吉崎五道前に、吉崎観光センターがあるが、観光地としては、寂れており、門前町も商店は少なく大半が、一般住宅となっている。本数は、毎日4往復。バス停は、 加賀市川にあり、あわら市川の施設や、各寺院、その他諸施設までは、徒歩5分から10分。観光周遊バスのため乗車前に周遊乗車券が必要。路線バスではない。本数は、毎日7便。平日と土曜日は、後日のコミュニティバスの代替として、デマンド交通型乗り合いタクシーが運行されており、1406吉崎公民館、1407。 吉崎郵便局の2カ所の停留所が近隣に設置されている。乗り合いタクシーは誰でも利用できるが、住民の買い物や通院の足として設定されているため、あわら市役所の乗り合いタクシー予約センターへ、あらかじめ利用登録の上、利用日の1週間前から当日1時間前までに、電話予約が必要。過去吉崎ごぼ関連越前加賀県境の館関連。 ありがとうございます。